はい、どうも三平です。今回はクリーンマッスルアップを習得したい方、すでにマッスルアップできるけどさらにね強化したい方におすすめの4つのトレーニング種目を紹介します。で、僕が主にマッスルアップが苦手な方とかなかなかできない方っていうのは、主にね2つの原因があるかなと思います。1つ目は、テクニックがあんまり良くない、マッスルアップに対しての体の使い方が、あまり良くないっていうところがあるかなと思います。でもう一つは三頭筋の筋力不足です。マッスルアップ、プル、トランジション、プッシュ、このね動作で、構成されているわけですけど、ほとんどの方がやっぱりこのトランジションのとこでね、苦しんでらっしゃるかなと思います。ここまで引けてもやっぱなかなかこの後バーの上に乗れない方が多いかなと思いますんで、今日はテクニックの方じゃなくってこの三頭筋をね強化するトレーニングを紹介します。で、あとそのマッスルアップのトランジション、ここの部分に、特化したトレーニング種目を紹介するんで、ぜひお試しください。でも高鉄棒もいりません。手合い鉄棒があるか、家であればディップスバーがねあればそれでできるんで、ぜひねお試しください。はい、じゃあまず一つ目から紹介していきます。はい、ではまずトライセプスエクステンションからです。肩をしっかり落として手幅肩幅でついてプッシュアップの体勢を作ります。ここからだいたい頭1個分ぐらいですかね、後ろに行って肘を真下に下ろして行います。カリステニクス、自重でできる三頭筋を鍛える、種目としては、結構有名かなと思いますけど、今回知らない方のために、一応紹介しておきます。で、負荷もう少し欲しい方は頭の位置もう少し前にすると、負荷は強くなりますんで、その辺を調整してやってください。で、もちろん、難しい方は膝をついて、やるのもおすすめです。はい、ではね、正面からもお見せしておきます。肘を下ろしていく角度とか、その辺もご確認ください。本当に真下に下ろします。で、今見ていただいているようにこう肘が広がってるっていうのは NG なので気をつけてください。これもダメです。しっかり真下に落としてそのまま上げると。はい、では次行きましょう。次はね、クロスグリップで行う、トライセプスエクステンションと似てるんですけど、今回名前、フレンチプレスにしておきましょうか。はい。で、今回僕はこのように、低いバーを使ってやっています。で、これがね、ない方は、椅子とかでもできるんで、この後お見せします。はい、こんな感じで、椅子とか、台とか、机とか、家にあるものを使ってできるかなと思います。で、グリップはねクロスグリップです。で、注意点もさっきと同じで、肘広がらないようにしっかり脇締めて行いましょう。で、こちらも難しい方は、まずは膝をついてやってみてください。はい、では次行きましょう。ここからねより実践的なトレーニングになります。種目名はローバーディップです。ローバーディップ、まずはストレートバーディップ、バーディップと同じようにバーが胸の下溝落ちに当たるところまで下ろします。ちょっと足ついているんですけど、フォームご確認のためにお見せしています。バーを当てる位置はここです。ちょっとね、肘の角度とかもご確認ください。広げるのは NG です。45度かしっかり脇を締めて行います。はい、ではこの種目ね結構負荷高いんで、まずは足をついてやってみてください。バーが溝落ち胸の下当たるところまで体を落としたら、しっかり脇締めたままね、上体を後傾させて肘も落としていきます。
最初はね数センチしか落とせなくても大丈夫です。やっていくうちにこうだんだん今見ていただいているぐらい下ろせるようになっていきます。で足はねあくまでも補助なんで、しっかり三頭筋に負荷は乗せてください。結構きついはずです。では一度、自重でやってみます。もう足の補助を完全になくしてやってみます。落としてここからスタートです。これで1回、2回、3回という感じです。あとねバーが溝落ちの位置から変わっていないというところにもご注目ください。正面からもお見せしておきます。ちょっとね足ついたままやります。肘の角度も、ご確認くださいね。はい、まあこんな感じです。で一個注意点なんですけど、やっぱりあのバー下ろす位置は、まあ、胸の下溝落ちあたりにしてください。あんまり深く下ろしすぎると肩浮きます。肩甲骨の下勢やっぱどうしてもキープできないので肩がやっぱ少し浮きます。で肩の安定性失われるので、怪我につながるので気をつけてください。ちょっと見にくかったかもしれませんけど、これ今結構深く下ろしてるやつです。ちょっと肩浮いてるの分かりますかね。はい、でこれが溝落ちバージョンです。この高さでやることをおすすめします。はい、では4つ目です。次は種目名としてはマッスルアップトランジションホールドです。でやることは先ほどのローバーディップと同じでここまで一緒です。で下ろせるところまで、耐えられるところまで下ろしてそこで静止します。でこれも先ほどのローバーディップと同じで最初数センチしか下ろせなくても OK です。耐えられるところまで下ろして静止するというのが大事です。はい、正面からです。1、2、3、4、5でリリースと。でこちらの種目も先ほどの種目同様負荷が高いので、まずは足をついてやってみてください。ゆっくり下ろせるとこまで下ろして 1、2、3、4、5 と。はい、でこれらのね種目やっぱグリップ力も結構大事なんで、基本的にチョーク使ってやることをおすすめします。でそれでももう一つ滑るわ、ね、グリップが耐えられないという方は、今見ていただいているようにレジスタンスバンドをバーの上に置いて、でそれも一緒にこう握り込むような形でやると、グリップが安定する、まあ、すごくフィットするからこう滑らないですね。こういうのも、使ってやるのもおすすめです。正面からもお見せしておきます。でこれはね、手の皮がすごいめくれた時とか手の豆が痛い時とかにもおすすめなので使ってみてください。はい、じゃあ最後ねちょっとだけ注意点です。まあ下ろしていく時も上げていく時も、まあ、体に状態に対しての肘の角度とかって変わってないの分かりますかね。そこもご確認ください。今見ていただいているようにこう肘から上げに行くみたいなことは、決してしないでください。どうしてもねこうすると肩が浮きますんで、怪我につながります。正面からもう一度ご確認ください。何も角度とか変わってませんよね。できつくなれば なればなるほど、頭の位置をねぐっと前に持っていってやるとすごくバーの上に乗りやすくなります。まあ、それも一つのテクニックだと思って使ってください。以上です。はい、以上こんな感じでした。どうでしたかね。まあ最初の一つ目とか二つ目はまあまあカリステニックスでできる、三頭筋を鍛える種目としては、まあ、一般的かなと思いますけど、まあ、3つ目4つ目なんかは、
まあ、まだねあまり知られてなくて、取り入れてない方も多いんじゃないかなと思い、今日紹介しました。はい。でね、まあ、今日紹介したやつのなんか取り入れ方とかなんですけど、まあ、1つ目2つ目のものは、まあ、そこまで注意はしなくてもいいかなと思うんですけど、やっぱり3つ目4つ目のものはやっぱそれなりに強度は高いかなと思います。はい。で、僕ですら、まあ、僕ですらっていう表現をちょっと僕あんま好きじゃなくて使いたくないんですけど、なんか何様やって感じなんで、まあ、ただ今日はあえて、まあ、僕ですら、今日撮影するためにまあやりました。で、まあ、早く撮影終わらしたかったんで、まあ、ろくに休憩も取らずにやったっていうのもあるんですけど、まあ、僕ですらすごく張りを感じてて、結構関節も疲労したなっていう風に感じてます。なので決してやりすぎないようには注意してください。例えば、回数なんかもね少なくて大丈夫です。ローバーディップとか、まあ、慣れないうちはね1回やるのも結構大変かなと思います。はい。1回から5回とかのそれぐらいの、回数の幅でいいと思います。で、休憩時間もしっかり長めにとること、3分から5分とかね、ちゃんと長くとって、まあ5セットとかで、まあ、十分かなと思います。はい。で、マッスルアップトランジションホールドの方もまあ、これもね最初多分3秒静止するのとかでも結構必死かなと思います。で、だんだん慣れてきてできたとしても、まあせいぜい10秒ぐらい静止するのを取り入れるぐらいで十分かなと思います。やっぱりすごくこうテンションのかかった状態なので、まあできるようになってったからといって15秒も20秒も、静止するような種目ではないかなと思います。なので、そこまでできるようなレベルになっていったら、トランジションホールドと、ローバーディップを組み合わせるとか、ローバーディップ、まあ、下げてホールドして10秒ホールドしてローバーディップ入れる、だったらバーディップも入れるとか、そんな感じでいろいろ組み合わせるとさらに、クリエイティブで、また違った刺激で怪我のリスクも少ない組み合わせっていうのもできるかなと思うんで、ぜひお試しください。はい。ですかね。まあ、あとは、まあ、強度の高いトレーニングってやっぱり、すごい高い効果は見込めるかなと思ってます。ただその分リスクもあるということは、まあ、忘れずに、はい、やりすぎは注意して、取り組んでいただけたらいいかなと思います。はい。まあ、今日はこんな感じで、最後までありがとうございました。どうも。